えー、皆さんご参加いただきまして誠にありがとうございます。株式会社イントラストの桑原でございます。えー、今日は二千二十三年三月期通期のですね決算説明をさせていただきたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。えー、本日は、えー、三部構成で、えー、一つ目が、えー、昨期二千二十三年三月期の業績をご報告させていただきます。 二つ目が今期2024年3月期の会社計画。そして三つ目が会社情報ということになっております。では、一つ目の2023年3月期の業績をご報告させていただきます。業績の概要でございます。売上高並びに各利益は過去最高を更新させていただきました。売上は前年比131.3%。 営業利益に関しましては、前年比137.4%という結果でございます。売上高に関しましては、当初の予定は62億を予定しておりましたが、それを2億9千万ほど上回る、64億9100万で着地することができました。営業利益に関しましては、14億5千万を予定していたところ、16億2 7七百万で着地することができました。 売上高、営業利益ともに30%を超える前年に対する成長でございます。当期純利益に関しましても10億500万ということでございます。配当は昨年、一昨年ですね、22年の3月で12円。 でスターターを結果、あのご配当させていただいたんですが、もともとの昨年の、昨期の予定では13円を予定させていただきましたが、えー、途中、情報修正もさせていただき、配当に関しましても、えー、コンマ5円ずつ、えー、増配させていただいて、13円、えー、だったんですが、それを十四円にさせていただくということで、前年のに対しましては2円増配させていただきました。 3月末の終値ベースではございますけれども、時価総額で224億円ということでございます。一株当たり利益も44円95銭ということで、前年に比べまして10円強増やすことができております。業績の概要でございます。家賃債務保障の成長が大きく寄与しですね、売上は大幅増収させていただきました。 えー、費用に関しましては適正に抑制することによりですね、営業利益も大幅増益ということでございます。一つ前のページでご説明させていただいた数字を、ここにも記載させていただいております。ちなみに、あの、新規保証の売上が好調でございまして、家、えー、賃債務保証は大きく成長いたしまして、168.4%成長しております。 医療費用保障、こちらは私どもの第二の柱として成長を考えております、詳細でございますが、コロナが収束を迎える中においてですね、営業活動を活発に行うことによって、新規契約が非常に活況化しているところでございます。 まあ、家賃債務保障の成長に伴う、まあ、大便債というものがございますが、えー、それに伴って、えー、家賃収納決済コスト、これらが、えー、コストとしては跳ねてくるんですけれども、えーまあ、それを適正に抑えてですね、営業利益率も、えー、23.9%から25%へと増加しているところでございます。えー、売上高の市販期推移でございます。 売上高は保証事業が3級にですね、引き続き大幅な成長を記録しまして、対前年、前期比で比べますと13、136%ということでございます。順調に推移しております。当社、保証業務とソリューション業務と2つに大きく分けられておりますが、ソリューション事業の中のお客様からのご要望で、この、ここでご提供させていただいていたソリューションが、保証業務の方に、保証商品の方に、 一部変更になっているということがございまして、ソリューション事業の方の売上げのポートフォリオが若干減ってですね、保証事業の方が大幅に増えていると。あの、当然ながらそのソリューションから保証事業への切り替えだけが保証事業の成長をさせているわけではなくて、新規のお取引先、新規契約も大幅に増え、そしてソリューションから保証事業への変更というものも相まってですね、保証商品が大幅に膨らがってきていると。 当然ながら過去にお住まいになっていただいて当社の保証商品をご利用いただいているお客様に関しましては、更新保証料というものも当社のストックとしてずっと積み上がってきておりますので、まあ、それらがあの合算してですね、前年同期比169%という結果になっているということでございます。営業利益の増減分析でございます。えー まあ、保証料の売上の増収が、あの、利益に関しましてはかなり大きく寄与しております。えー、ただ、保証に関わる関連費用、まあ、あの、取り扱っていただいた方に対する業務委託手数料、それから、当然ながら契約件数が増えるので、一定の率で貸し引きが増えます。そして、あの、お家賃の収納をさせていただくので、決済手数料、まあ、これらがコストですとか、 ええ、いう形で、あの、跳ねてきますけれども、一定のものは想定内のものでございまして、十分に吸収をすることによって、営業利益も大幅に増加しているというところでございます。え、この保証の売上が、え、大きく伸びているところでございますが、ま、ソリューションが先ほど申し上げた理由から、え、若干、え、ショート、ショートと言いますか、あの、減少しています。から、あの、売り上げが伸びることによって、業務委託手数料が増え、それから、あの、この保険料に関しましては、 医療費用保障はあの大手の保険会社さんとご一緒に営業活動をさせていただいている中で契約が私どものお預かりするとその一定の率で保険会社さんに保険料を支払うということでございますのでまそういう仕組みになっておりますのでこの保険料が発生いたしますから貸引に関しましては売上に伴って一定の率で上がってくると人件費に関しましてもあのまあ、優秀な人材を確保しまたあの浜松の方も非常にまあ円滑に 現在、作業を続けておりまして、審査、それから保険デスクの要員がここで十分な機能を果たしてくれているというところでございます。まあ、決済手数料は先ほど申し上げましたけれども、お家賃の決済なんかで、収納代行会社様の方にお支払いさせていただく決済手数料、これ、売上が伸びれば、手数料も同じように増えていくと。 ま、その他に関しましてはですね、租税効果減価償却、それからあの、今回、本社の改修に、若干の費用を使わせていただきました。それらもろもろが、あの、相まってですね、費用は、あの、比較的適正に抑制させ、されながら、利益も伸ばすことができているというところだと思います。 営業利益の試案期推移でございます。えー、営業利益額は前期比に比べまして129%と、これも3割弱大幅に増加しております。えー、利益率はオフィスの改修増、それから、えーまあ、今回、えー、期末にですね、 社員に対するインフレ手当として、一定の金額を全社員の方に手当として出させていただいたということ、それからソフトウェアの更新費用等、これはすべて一過性の費用によりです、ね、一時的にこの23%という営業利益率に下がっておりますが、もともとはそれらを除きますと25%。 パーセントぐらいのの営業利益率ですのです、まあ、当社がもともとずっとこう、えー、推移している利益率という形になるかと思いますので、この第4四半期の23%という利益率の減少は、えー、ここにも書いてございますように、一過性のもので一時的に減少しているというふうなご説明になるかと思います。えー、それから家賃分野の保有件数ですが、これはあの、しっかりと、えー、伸びてございます。 あの同じ域、第4クオーター同士を比べてみていただいても、保有件数は着実に、しっかりと堅実に増えていっているということでございます当社の第2の柱として、現在、非常に注力している詳細でございます、医療費と介護、特に医療費用保障 このグラフをご覧になっていただいて、契約導入病院件数がございますが、第3クォーターから第4クォーターに行きまして、急激な右肩上がりになっております。コロナも、まあ、若干こう、まだ完全ではないのかもしれませんけれども、かなり収束に向かっているという中においてです、ね、今までこのスマホスという商品を、 ご案内する機会もなかなかあの難しい時期がございました。えー、ところがまああのこういった環境に少しずつなってくる状況においてですね。 お話を聞いてくださる病院さんがかなり増えてきております。従いまして、見積もり依頼ですとか、お話を続けさせていただく病院さんが非常に増えているということが、まああの、ここに書いてございますが、2023年3月期で34病院が新規で導入していただいたということでございます。現在、昨期末までで107医療機関、こちらがスマホス、当社の医療費用保証の商品でございますが、これを導入していただいていると。 ということで、でまあ、今期に入りまして4月以降ですけれども、ここもあの非常にこう現在は順調にえ導入をしていただく病院さんの数が増えておりますので、このままあのリソース的にも注力をして、ですね、えー、一気に増やしていこうという戦略を考えております。 その他の他財務データでございます、えー、繰り返しのものもございますが、まあ、あのここでちょっと、うん、あのお話を付け加えておかなければいけないのは、現預金のところですがあの、ちょっとこう、いつもよりも急激に増えているように見えますが、あのこれはの、えー、当然ながら増えてはいるんですけれども、ちょっとあの収納代行会社さんとのフ,あのフローが、日付の変更があって、 えー、若干急激に増えているように見えますが、あのー、適正に、えー、きっちりといつもながらの増加の仕方をしているというふうにご理解いただければと思います。建て替え権に関しましても、えー、こちらも同じように、えー、若干減っておりますが、これはあの、先ほど申し上げたあの収納サイクルのところで若干こういった現象が起きているということなので、これはあの別にあの特別何かが大きな変化があったわけではなく、収納サイクルが若干ちょっとこう、 え、銀行さん及び収納代行会社さんとのやりとりの中で変更があったということでございます。え、貸し引きは増えてございます。これはあの当然ながら、え、ご契約、お預かりするご契約が増えておりますので、ま、ここは適正に売り上げに比例して、え、増えるというところ、連動して増えるというところでございます。 流動負債のところにつきましては、契約負債は、まあ、前受け収益の部分ですが、契約負債の部分につきましては、順調に積み上がっておりますということで、ここにちょっと特あの書いてございますが、家賃債務保障の新規契約増加に伴い、契約負債が38%増加しているというところでございます。えー、今、ご説明させていただいたのが、あの昨期の業績でございます。 えー、この次に、今期のですね、えー、会社計画をご説明させていただきたいと思います。全体計画サマリーと進捗でございます。中期経営計画、今期は最終年度でございます。もともとは、えー、ここにも書いてございます、中期経営計画、まあ、2年半、2年ちょっと前ですね、2年半ぐらい前でしょうかね、えー、に発表させていただいたときは、2024年の3月期に関しましては、 売上80億、そして営業利益20億ということを、我々掲げさせていただきました、それから2年、今日経過しまして、今期がこの中期計画の3年目の最終年度にあたるわけですが、ここで出させていただいている売上高が85億、営業利益が21億と。 いうことを掲げさせていただきました、えーまあ、あの我々がもともと2年半前に立てた中期計画,は計画はきっちりと上回る予測を立てさせていただくことができておりますこれを確実に守ることによってですね 投資家の皆さんとの信頼関係をさらに厚くして、えー、さらに上を目指す会社なんだということを、まあ、ご理解いただきながら、えー、引き続きのご支援をお願いしたいというふうに考えております。えー、売上高に関しましては、ご覧のとおり、80億の計画だったものが85億、から営業利益は20億で、えー、計画を3か年計画をったものは21億ということで、えー、クリアできるというふうに、我々、予測を立てて皆様にお示ししているところでございます。 売上高の年間推移と計画でございますが、えっと、この今期に関しましては85億、中身がソリューションと保証、圧倒的に保証の方が多くなっていく期になっていくかなというふうに考えております。医療費用保証、家賃を中心にさらに医療費用保証こちらを積み上げていくことで、きっちりと85億を達成をして、皆様にご安心していただくことができるようになりたいということで計画を立てております。 え、売上高の年間計画。これはあのちょっと繰り返しになりますけれども、家賃、債務保、保証医療、それから、え、ソリューション、これらを積み重ねまして、ま、こういった、中身でですね、え、売上を計画しております。ま、ソリューションに関しましては、あの、当社のいろんな、え、保証に関連する、詳細がございますので、これらをさらに拡案をしていくと。 いうことそれから、えー、コンサルオペレーションといいまして、えー、ご相談を受けながらコンサルをさせていただいてそして、えー、実際の果実も受け取っていただくオペレーションを当社の方でやらせていただくという C&O サービスこれを家賃債務保証の商品から、えー、でずっと提供させていただいておったんですがこれの一部がですね、えー、保証商品に切り替わっていくということがあ、まあ、昨期から今期にかけてございます。 えー、ということになりますと、まあ、ソリューションというものが、えー、ご覧のとおり、えー、ポートフォリオとすると、えー、若干減っていくということ、その分、まあ、保証事業が大幅に増えていくということです。えー、先ほど申し上げましたけど、そのソリューションの C&O のサービスが なくなってその分が保証に切り替わっているんだということだけではなくて、当然ながら新規のお取引先、その新規の引き受けさしている契約件数、これらがもちろん増加しているということがあの一番大きく寄与していると思います。さらには、今までずっとご契約をいただい,いた方たちからのお預かりさせていただく更新保証料こういったものがもともとストックとしてございますので、ここが当社の え、保障事業の大幅な増収増の源になっているということでございます。え、それから第二の柱としようとしている医療費用保障。え、こちらにつきましても、え、ベテランの営業社員の中途採用であったり、え、社内の移動であったり、 ということで,です、ね、営業体制の強化というものを図っております、えー、さらには大手の保険会社さんとの連携により、えー、先ほども申し上げましたが、コロナ禍が多少沈静化している中において、病院様へのご連携、それからご説明の機会を数多くいただくようになったことによって、そういったパートナーシップの連携をさらに強めて、医療費用保障の爆発的な売上を目論んでいきたいというふうに考えております。 介護費用保障も、まあえー、とある意味、コロナの影響というのは非常に多かったです。えー、ただ、ここもですね、えー、商品を多少ちょっといろいろアレンジして、魅力的なものにすることによって、えー、ここのところ、お1年、半年1年ぐらいは、ですねかなり介護施設様からのご要望といいますか、えー、ご依頼をいただくようになって、こちらも医療に続く第三の柱として育てていきたいというふうに考えているところでございます。 営業利益の増減分析、あのこれは先ほどの昨期の時にご説明させていただいた項目と全く一緒でございますが、まあ、数字がもちろん違ってくるわけですが、えー、業務委託手数料は増えます、からスマホ数が入ることによって保険料が増えます。 えー、契約が増えることによって貸し引きが増えます、優、え、秀、ー、な人材を確保することで人件費が増えます、決済手数料も増えます、えー、その他、租税効果、再建解消費用、増床等々がございまして、えーまあ、これら、えー、適正に抑制をすることによって、利益21億というものを達成していくというふうな計画でございます。えー、配当でございますが、まあ、非常に当社、株主還元ということは、えー、重要に考えております。 えー、先ほどちょっと配当のところで、えー、ご説明しましたが、まあ、今期はあ18円ということで昨年の、えー、昨期の14円これもあのその前の12円から2円増えておりますが、えー、途中増配しまして14円からスタートになりますが、えー、売上利益ともに約30%伸ばしてきた 昨期でございます、えー、今,今期もそういうことですね、あの30%伸ばす予定でございます、えー。つきましては配当も約3割、えー、増やすということで、14円から今回は4円増廃してですね、18円ということを計画しております。えー、当社のもととの株主還元の中の、いくつかある中での考え方で、配当成功は30%から40%を考えています、目論んでいます。 目指ししてていいまますすととうこおお話り今期の、えー、営業利益、えー、等々から考えますとですね、31.4%の配当成功を維持することで、えー、18円という形になろうかというふうに思いますので、えー、この辺もご注目いただければというふうに考えております。えー、ただいま申し上げましたのは、えー、昨期の業績と今期の予想でございます。 えー、この後ろに会社概要として、えー、資料がついてございますので、えー、初めてご覧になる方につきましてはぜひ、えー、ご参考にしていただければというふうに思います、えー、簡単ではございますがあの決算説明とさせていただきますご清聴ありがとうございましたそれでは説明は以上となりますので質疑応答に移りますご質問がありましたら画面下部の メニューバーにあります Q&A 機能に、社名、氏名をご記載の上、開業せずに、続けて質問の入力をお願いいたします。最初の質問を頂戴しましたので、読み上げさせていただきます。医療費用保証スマホスにつきまして、前期より導入期間が34病院と大幅に伸びています。 この要因を教えてください。はい、あのー、ちょっと先ほども触れさせていただきましたが、まあ一番はコロナの影響というのはあのー、多大だったというふうに考えております。えー、商品そのもののリリースは、えー、3年4年ほど前からさせていただいたんですが、えー、やはりコロナというまあ世界的な一大事があってですね、病院さんは大変なご苦労をされたという中において、まあ、当社の商品はもちろんその頃から存在はしているんですが。 えー、ご関心もいただいて、ご興味を持っていただいているんですが、やはりなかなかこうご説明をさせていただく機会が、えー、作れなかった、えー、我々の方でもあのお伝えすることができなかったという時期ではございました、まあ、ところが、まあ、あのこの3年、えー、経過しましてです、ねえー、一定の、まあ、収束の流れの中において、えー、病院様の方にご案内をすると、えー、聞いていただく時間ですとか、えー、環境を、まあ、あの与えていただけていると。 とといいうことが一番だと思いますさらにはあの、このマーケット、やはり、えー、まだまだ未開でですね、まあ、当社にとってはブルーオーシャンだというふうに感じている中において、えー、非常に積極的に、えー、リソースの提供、えー、それからあ、まあ、あの各パートナーさんとの提携、こういったものを積極的に行っています。そののの結果が、えー、今の医療費用保障の、えー、急激な 増加にとつながっているものと思います今後も引き続きですね、この体制をさらに強化しながら医療費用保障を一日も早く二桁置くもしくはそれ以上の数字を見込めるようにまた皆様にご案内できるような形に積極的に継続的に行っていくというつもりでございます続いての質問です中期経営計画につきまして 今期で最終年度を迎えますが進捗状況を詳しくお聞かせくださいあの結論から申しますと、えー、前回作った中期計画に関しましては極めて順調に推移しております、えー、今期が最終年度と先ほど申し上げましたが えー、85億の21億ということを示す,することができていますので、えー、極めて順調で、えー、この数字は、えー、しっかりと、えー、クリアをして、さらにその次のステージを目指していきたいというふうに考えております続いての質問です。配当ににつきましして今後のの方針はどのよううお考えでしょうか えっと先ほど申し上げた30から40という流れにおいては、当社の利益がしっかりと増収、増益してくれば、ですね当然それに伴って、お約束させていただいている30から40というものを前提に、配当というものが設定されていくというふうに考えておりますので、しっかり株主様に還元できるような経営をしていきたいというふうに考えております続いての質問です。 ソリューション事業からの切り替えは、2025年3月期も続くものでしょうか、それとも今期で一旦終了でしょうか。はいえー、とちょっとこれあの、の数字の入れ替えの部分もございますので、えー、とせっかく今日参加させていただいているんで、えー、CFO の太田の方から、その傾向も含めてちょっとご説明させていただきたいと思います、はいえー、ご質問ありがとうございます。えー ソリューションからの切り替えの影響ですが、ちょっとあの、二点、ご説明したいと思っています。あの、決算説明資料の八ページにですね、えー。保有の件数の推移というものがありまして、二十三年三月期の四クォーターの末、三月末で、えー、ソリューションの件数が、まあ、二十万トンで、六千件ほど保有がございます。えー、なので、あの、まあ、最終的にゼロには、あの、ならない。 と思うんですが、今もあのソリューションも若干出ておりますので、まあ、限りなくこの20万件が、えー、そうですね、5万件ぐらい残して、15万件ぐらいがこのあと、えー、保証に切り替わっていくというふうに考えておりまして、えー、まあ期間は、えー、まあ年間、どうですかね、5万件ぐらいずつ切り替わっていくとすると、あと3年続くかなと思っています。で、それがあの件数の影響で、でそれがまあ PL にどのようにこう影響してくるかというところなんですが、 まあ保証の場合は新規と更新というふうにありましてあの新規のところはあの新規の件数が対前年に対してどれぐらい増えたかというところで売り上げがどれぐらい増収になるかということなんですが、まあ、ここの影響というのは一旦、えー、2024年3月期で影響としては落ち着くかなと一方であの更新の方は積み上がっていきますので、えー、まあ今期の見込みで大体10億ぐらいの増収を見込んでますが、まあ、その影響が えまあ五万件ずつ切り替わっていくとすると、えー、あと三年ぐらい続くかなというところが見込みでございます。以上です。続いての質問です。医療費医療費用保証の利益率に関して足元の状況、今後の見通しを定性的でも教えてください。 はいえー、と医療費用保障の利益率に関しましては、えー、と現在の当社の利益率25%をー若干やっぱり下回る商品になるかなというふうに思っています。えー、ただこれはですね、あのーまあ、ご察知の通り回収が えー、さらに、えー、量化してくればです、ね、そこの利益率というものはどんどん上がっていくということになろうかというふうに考えています。えー、医療費用保証の場合です、ねえー、未就金の回収につきましては、ちょっとお家賃の、えー、回収方法と若干ちょっとこう違うところがあるかなというふうに我々感じております。えー、やはりあの病院に入院されている方たちですので、えー、ご病気をお持ちになるとか、 もしくはおけがをされている方たちということになってですね、ちょっとあの回収の方法というのが若干こう異なるかなと思うので、えー、正直申し上げてお家賃ほどの回収率というのは期待できないかなと思いますが、ただ現在我々が持っている数字をもう5ポイント、10ポイントを 高いところでの回収率を実現するということは、あの、決して無理ではないかなというふうに考えています。あの、従いまして、家賃ほどの利益率は上げられないにしてもですね、それを若干下回るぐらいのところでの医療費用の利益率というものは確保していけるというふうに考えておりますし、すでに、えー、まああの、原価ベースでのあらりのところに関しましては、医療費用保障も十分に利益を えー、取れて、えー、くれているので、あのこれは今後も拡大をしていくということを前提に考えております。続いての質問です。営業利益率の最終的な目標のようなものがあれば教えてください。25%を維持するということでよろしいのでしょうか。もう少し上昇することは可能でしょうか。その場合その場合の根拠。 主要授業があれば教えてください、はいえー、と営業利益率の最終的な目標というのは、まあ、一時期です、ね、30%を超えるようなあの高水準の時もございました、ただあの、やはりその30%を超えるというのは、逆に言うと、我々経営側からしても、えー、ちょっと高すぎるかなというような感じがありまして、まあ、そこらへをです、ね、投資に回させていただくことによって、 ある程度こう投資等からあの今の利益率を維持するってことのバランスを取らせていただいているというところです。今ちょっとその医療費用保障のところでの利益率のお話もちょっと出ましたけれども、まあ、最終的には25前後をまあ 目標としてて進めていきたいとでただ医療のポートフォリオが増えていくとですねそこというのは引っ張られるんじゃないかというのがどなたでもご指しになるかなと思うんですけれども、まあ、ここはですね当社の,、まああの適正な費用の抑制ですとか過去にもいろんなことをやってまいりましたがそういったことをしさらには医療費用保障の回収率を適正に上げていくというところ。 えー、さらには現在の、えー、いろんな、えー、家賃保証なんかの、えー、商材でもですねコストセービングし、それから DX 化をし、そういったことで効率を図ることで、当、ま、面、あえー、は25%を維持すると、25%を目指すというところが、われわれが目標としているところだというふうにご説明できるかなと思います続いての質問です。インフレ手当について 状況によっては、今年も同様の支出の可能性があるのでしょうか。はいえー、とインフレ手当は、えー、今年、昨期ですかね、末で出させていただきましたが、まあ、状況によってというふうなあのお答え方しかできないと思いますが、あの社会環境ですとか、えー、そういったものを鑑みながら、あの会社としても必要だと、えー、社員の、まあ、生活を、まあ なるべく売ったものにしてもらいたいと、まあ必要以上のものではないですけれども、そういった意味で周りの状況、それから環境、それからいろんなまあものを鑑み合わせながらですね、資質の可能性というものは否定しないでおきたいと思います。それでは以上をもちまして、株式会社イントラスト二千二十三年三月期決算説明会を終了いたします。 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。退出いたします。